つの真実見抜く、体は子供、頭脳は美少女、名探偵小麦。犯人はお前だ。おえ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 、小僧のお子様探偵のような格好。おえ、いいじゃない。おえ、調べ物は探偵のお仕事でしょ。おえ、さ、聞き込みにレッツゴー。おえ、まずはどこから聞き込みに行くのよ。おえ、おえ、でも、そういうのに詳しい奴には心当たりがあるかな。おえ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 、もしもし、メグファンクラブ会長さんのお宅ですか。おえ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 、小麦ちゃんだ。おえ、目線こっちください。おえおえ、おえ、あと一枚、あと一枚。おえ、君、メグファンクラブの会長さんのはずじゃ。おえ、あいつのファンなんかやめました。おえ、じゃあ、あなたも例の怪文書を。おえ、おえ、ええ、もういい。僕はもう目が覚めました。巨乳なんてくだらない。これからの時代は金乳ですよ、金乳。もういい、もういい。ファンになってくれたのは嬉しいけど、もういい、なんか納得できないものか。もういい、もういい。小麦ちゃん、ごめんごめん。もういい。ところで君、あの怪文書を流した人に心当たりがあったりしない？私、探してるんだけど。もういい、もういい。ええ、多分あいつだって見当は聞きます。もういい、本当？もういい。ええ、そいつはずっと以前からメグについての怪文書を流してたんです。もういい、もういい。僕がメグの番だった頃は何度もやめさせようとしたんですけどね。もういい、もういい、もういい。僕らの間では有名なやつ、もういい、女です。もういい、メグをとても憎んでましてね。もういい、昔キリクルスカウトキャラバに応募したそうで、その時優勝したのがメグだったそうです。おえ、メグさえいなければ自分が優勝できた。おえ、あいつさえいなければ。おえ、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 メグを飲むようになったそうです。おえ、おえ、君がいなければ優勝できた。おえ、もういい、よかったのにね、小麦ちゃん。もういい、そっか、そうだよね。もういい、もういい、ふざけんな。もういい。その人が住んでる場所とか分かったりする？もえ、もえ、ええ、もえ、何度か連絡取りましたから。もえ、ほんと？もえ、もえ、たぶん、そいつが犯人だね。
書は思った以上にそこら中に広まってるもんじゃ。早くしないとめぐみちゃんもっととんでもないことに巻き込まれるもんじゃ。もしかしてメグさん？萌え。え？あ、はい。萌え。やっぱり。萌え。前はメグだったのか。萌え。萌え。萌え。みんな、ここにメグがいるぞ。萌え。メグだと？萌え。俺ネットである文章読んだぜ。私はテレビで。萌え。僕は新聞で。萌え。ちょっと皆さん。萌え。見てるだけでムカつくんだよ。ますますグレイトになってきましたわ。私のキリプロスカウトキャラバンでめぐみに萌え萌え。なんであんたがそんなことを。萌え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 。もしかして魔神で落ちました。萌え萌え萌え。俺のどこがいけないの。萌え萌え。間違いない麦。彼女から強いウイルス反応がする麦。萌え。性格悪い美人のはずじゃ。萌え。何よ、私が美人じゃないって。萌え。確かに私はめぐみに負けたわよ。萌え。今私のどこが劣るの。萌え。どこも劣ってないじゃない。萌え萌え。いつの売りがバストですって。萌え。だったら私の方が勝ってるわよ。
むぎ、意識が飛んでしまった。僕もだむぎ。ともかくあなたが感染源ならウイルスを削除させてもらいます。萌え、そうはさせないでございます。萌え、萌え、萌え、現れましたね、おこんちな。せっかく増殖させたウイルスを削除させはいたしませんわ。アイドル業界カオスフィールドにふさわしい。思った以上の勢いでウイルス増殖に成功したでございますわ。覚悟はよろしいでございますか。レッツビギンでございます。いくぞこれ、チョコマカト。私の作戦のグレートな成功を見ながら思いっきり悔しがりなさい。こんなこと
あんなこともされたし、あんなことも言われたし、その上さらにあんなこともこんなことも。小麦ちゃん、今は思い出せない方が。萌え、北麦、どうしたのでしょう。萌え、萌え、萌え、うわー、萌え、萌え、何してんだろう。収まったけど、あなたにも責任があるんだよ。もう逆恨みはやめなよね。あなたにはあなたなりの魅力があるんだから、別にめぐみなんて恨まなくてもいいじゃん。魅力、うん、そうよね、私魅力的よね。私もメグなんて恨まない。私自身もう一度タレントを目指せばいいのよ。そしてメグを見返してやる。私の魅力があれば簡単なはず。そうよね。頑張ってください。スケジュールの遅れがたたってな。
予算超過で制作中止さ。この業界じゃまあまああることさ。
時がやってきましたわ。あのお盆地ナースが私の前にひれ伏すが、今度は私のメイドの一人として同時に選択、日々の悪事に手を出していただきます。そしてこの世界を